コーディネーターの村松と申します。本日はお時間を頂戴してありがとうございます。本日はですね、山形市をお招きして、今の現状の課題とですね、それに対する議論というのをさせていただければなと思っております。では早速私の方からですね、冒頭にこんなことを少し皆さんで議論できればということで話をさせていただきます。はい。まずですね、画面を私の方から共有させていただきます。はい。見えますでしょうか。大丈夫ですね。じゃあ始めさせていただきます。で、皆さんよければですね、チャットとかもうまく使っていただいて、画面もオンにしていただいてですね、ぜひ意見をお願いしたいなと思います。で、私の方からですね、まず冒頭の趣旨説明ということで、この資料なんですけども、やはり私が担当しているのが新たな旅行ということで、それに対応して受け入れ環境整備ということと、この後秩父市さんと二次交通というのをやらせていただきます。で、まず山形市さんはコロナ対策と受け入れ環境整備ということをご説明をさせていただきます。はい、新たな旅行ですね。で、今ですね、ここ目的をもう一回整理しますと、やっぱり新たな旅行スタイルということでいろいろやっていかなくちゃならないことはあるんですけども、今回はですね、山形市の蔵王エリアを中心にですね、山形市の方からお話をいただく機会となっております。で、同時にですね、今いろんな補助金とかですね、制度がたくさん出ています。で、こういったものをですね、うまく使いながら、地方創生、臨時交付金ですね、こちらもうまくぜひ使っていただければなということで進めております。で、私たちの団体はですね、いろんなオープンラボさんで登録をさせていただいているという紹介です。で、私たちの社団法人はですね、一般社団法人の地方創生パートナーズネットワークという団体で、いろんな DMO と言われている官民連携の観光庁の組織だったり、いろんな事業者、それから民間企業、大手企業からベンチャー企業ですね、こんなところと一緒に仕事をさせていただいている社団法人になります。で、そこの代表しているのが私、村松智樹と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。で、左上に書いてあるようにですね、いろんな省庁の専門家の方がいらっしゃいまして、こういった方々と、観光庁をどのように作り上げて、一緒に集客をしていくかということを図る団体になっております。そういった意味ではですね、ちょっと珍しいのかもしれないですけど、官民連携の団体ということで、省庁の専門人材の人と、あとそれから地域の DMO 側とですね、いろんな大手企業からベンチャー企業までたくさん一緒にやっていて、で、その中から、このように地域のイノベーションを起こしていこうというふうに動いている団体です。で、私自身はですね、観光庁の資料でもご紹介いただいてますけども、こういう専門人材ということで、左上に書いてあるように、省庁では経産省とか中省、企業庁、それから農林水産省ですね、こういったところをやらせてやってまして、で、自治体ではですね、山形市の観光庁から派遣ということで、専門員ということで、ご一緒させていただいております。で、同時にいろんな DMO とかですね、そういったところでも勤務をしておりまして、こういった外部専門人材ということと、民間企業ではですね、トラストバンクという会社のふるさとチョイスというところのアドバイザーをしたり、損保さんだったり、スキー場とかリゾート会社というところの監査役とか顧問なんかをやっております。はい。で、初めに皆様に質問です。時代の変化に対応できなくて絶滅した生物は多分すぐ分かると思いますけど、答えはですね、はい、恐竜です。で、私たちはですね、やっぱり、最も利用が多い旅行ではなく観光資源が優れた旅行地でもないと、唯一生き残れるのは環境の変化に対応できる新たな旅行であるというマインドで、こう乗り切って一緒にやっていきたいなと思っております。ぜひ自治体、ご参加の自治体とですね、民間企業の皆様もここを意識して一緒にやれればなと思います。はい。で、これは候補の秩父マースですね。本日はですね、コロナ対策と受け入れ環境整備ということで、今山形の蔵王を中心にですね、どういうことをやっているかということを山形市さんの方からご説明をいただき、同時に私がどういうことをして、観光地のコロナ対策だとか受け入れ環境整備を進めているかということも紹介させていただき、で、皆さんとどういう街づくりとか観光地域づくりをやっていくかということをまとめて、最後にお話を皆さんと一緒に考えていきたいなと思っています。で、また2つ目の質問なんですけど、この数字は何でしょうか。 GAFA の数字ですね。はい。この数字はですね、答え、 GAFA の創業者の年齢です。皆様ご参加の方、おいくつの方が多いんでしょうかね。で、やはりこういうふうなことを考えながらですね、やっぱり若い世代の方々と一緒に、ものを作り上げていくということが非常に重要な時代になってきてますので、こういったものを皆さんと一緒に考えながら、受け入れ環境整備、コロナ対策を進めていきたいなと思っております。はい。で、事例を紹介はですね、私の方から後でまたたくさんさせていただきますので、こういったものをですね、最後皆さんと議論し合いながら、受け入れ環境整備だとか、コンテンツ開発とかですね、コロナ対策とか、
まあ、こういったものをまあ資料を見ながらですね、皆様と一緒に勉強していきたいなと思っております。はい、で最後に一番大事なところです。でまあ、いろんなものを作り上げていって、いろいろまあ山形市の皆さんと一緒にやっているんですけども、やっぱり一番大切なものはですね、やっぱりそこで皆さん勤めてらっしゃる気持ち、ハートだと思いますので、ヘッドワーク、フットワーク、これも大事ですけど、やっぱりハートワークということを大事にしようということで、いろんな方々に感謝できるようなですね、関係を作っていきましょうということをやっていきたいと思います。でこれはですね、あるバス会社さんのオンラインツアーに参加したんですけど、紙が入ってましてですね、何だろうと思ってみたらですね、バス会社さんの、オンラインバスツアーですね、このガイドさんから、まあ、こういうふうな感じで手紙が入ってたんですね。でまあ、これ見るとやっぱ感動しますね。でやっぱ受け入れ環境整備、コロナ対策、なんだかんだ言っても、やっぱりその地域にいらっしゃった人たちが、今は来れないですけど、来てくださいというふうにすることが非常に大事だというふうに思いますので、ここを皆さんと今日は一緒に近けて、一緒に議論をしていきたいなと思っております。はい、私から以上です。はい、じゃあ早速ですね、山形市さんの方から今の現状の紹介とですね、課題について少し発表していただきたいと思います。で今日はですね、ご協力いただいているのは山形市の観光戦略課のですね、青木さんですね。じゃあ青木さん、マイクをオンにしてお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。山形市の商工観光部観光戦略課長の青木と申します。よろしくお願いしたいと思います。まあ、ちょっと簡単に自己紹介しますと、そうですね、私今の職場連続13年目ということで、はい、ずっと役所の仕事ができず観光の仕事しかできないような状況になってますけども、まあ、皆さんからいろんな方からお世話になって、まあ、13年間したというところで、まあこれまでのこうそうですね、抱える課題がいっぱいたくさんあるんですけど、まあ、そこをちょっといろいろまず課題をまずご紹介させていただきたいなと思ってます。山形市は、まあ、東北の山形県の、まあ、県庁所在地、まあ、どこにあるんだろうとなかなか意外と知られてない、まあ、それも観光の一つのあれだなってキーワードになってるなって思ってて、まあ、PR も下手だったなというのが、まあ、現状でありまして、まあ、観光地ですと、まあそうですね、よく蔵王山寺というと、まあ、聞いたことあるなと。まあ、最近蔵王ですと宮城県側かななんていうのがちょっと評判高いんですけども、まあ、山形側と宮城県側一緒にまあやってるというところで、まあ、蔵王の地表が結構まあ国際的にも有名になってるのかなと思ってます。まず課題としてはそうですね、僕13年になるんですけども、やはりまだまだ団体旅行、旅行会社頼みの、誘客確保進行だったなっていうのがありまして、まあ、このコロナ禍になりまして、まあ、当然旅行会社さん の集客力がもうほとんどなくなったということで、まあ、これはいいチャンスだなというので、まあ、いかにこの FIT に対応していくかというのがまず一つ大きな課題になっております。あとそれからですね、もう一つは、二つ目の課題は、そうですね、観光消費額をどうやって上げるかということが一つ大きな課題となってございます。まあ、私ども、まあ、10年前ですね、国の、観光圏整備事業に、まあ、応募させていただいて、まあ、5年間活動したんですけども、まあ、それも14の自治体が、まとまってというところでありましたけども、まあ、その時も、まあ、1泊2日から2組1回以上の長期滞在を目指しましょうと、まあ、観光消費額も上げていきましょうというところで、まあ、当時でいうと ATA、まあ、今でいうとまあ DMO ですね、その法人化をこう目指してきたというところがあったんですけども、まあ、なかなか5年間では理解されずというところで、まあ、タイムアップしたんですけども、まあ、おかげさまでそれをベースにして平成29年の3月にDMC を立ち上げたというところで、他の DMO さんとはちょっと若干違うやり方で、まあ、地域連携の中で、協議会と、DMC 完全民営なんですけども、まあ、両輪でこう町づくりをしながら、観光誘客に努めていくという、まあ、組織化をしていって、今6期目なんですかね、なんとか、黒字も出しているというところで、まあ、2年目から累積黒字に持っていってというところで、そこで大きくまあ利益を出しているというような、まあ、他と違うちょっと DMO をやってきたということで、まあ、ようやくここまで規模を持ってきたと思っています。あともう一つ、3つ目の課題、まあ、これがちょっと大変で、実は
蔵王温泉、山寺、そしてそう山形市内ということで、この3つのエリアが、まあ、山形市の、観光の主軸になっておりまして、まあ、そのやっぱり町づくり、人づくりというのが、長年の課題でありまして、特に蔵王温泉については、まあ、村松さんからもお世話になっておりますけども、まあ、蔵王温泉スキー場という、まあ、作動事業者さんも4つあって、まあ、リフトも、38基、ロープウェイも4基あるというところで、まあ、大きいスキー場あるんですが、まあ、その設備ももう30年以上経っているというところで、もう設備の更新もありますし、まあ、宿泊施設も、かなり老朽化してきているというところで、大変苦労しているというところ、まあ、それに追い打ちをかけて、まあ、コロナ禍というところでのお客さんが減っているというところもありまして、まあ、そこをどうやって、変えていくのかなというのが、あの地元の、観光関係者の課題なんですが、逆に行政側からすればこのコロナ禍であるので、ビッグチャンスだなというふうに捉えて、まあ、いろんな事業に、まあ、国と、まあ、支援を受け、国からの支援を受けながらこう取り組んでいるというので、我々は逆にこのコロナ禍をですね、最大のチャンスというふうに捉えて、まあ、課題解決に向けていろんな取り組みをしているというところでございます。まあ、大きく言うと、まあ、これらがあの課題なのかなというところなんですけども、まあ、その他に、まあ、細かい課題はたくさんあるんですけども、まずはしっかりあの先ほども申し上げましたけども、観光消費額を上げてしっかり売り上げを上げていくということをすれば、あのまとまらない地域も、まあ、まとまるんじゃないのかなと、まあ、それがだんだんとあのこのコロナ禍でですね、こう見えてきたというのが今の現状でありまして、まあ、後ほどあの、まあ、我々が、まあ今取り組んでいる、まあ事業ですね、いろいろご紹介したいと思いますが、まあ、今大きく言いまして、まあ団体旅行から FIT の対応、あと観光消費額を上げていくと、と町づくりと人材育成をしっかりやっていくというので、まあ、将来の、受け入れですね、しっかりやっていきたいなというので、まあ、捉えるところです。まあ、ざっくりなんですけど、ちょっと時間入るのかな。まあ、そんなところで今の課題というところでご紹介させていただきました。あと、あ、そうだ、村松さんの画像、資料、そうですね、はい、2ページ目、あの地図ちょっと出してもらえますか。こっちも、こっちもですか。その次のページの、はい、はい。実はこの地図ちょっと見ていただきたいんですが、これ、蔵王温泉の、そうですね、20年間、約20年間、1998年から、2018年にどういうふうに変わったかっていうのを地図なんです。まあ、後ほども紹介しますけど、この赤、青、黄色で大体70箇所以上ですね、形態が変わってしまったと。まあ、青が空き地で、あと黄色が、廃業して、まあ、住んでますよと、あと赤がもう空き地になってるというところで、まあ、70箇所以上もこういう状況になってると、まあ、我々もざっくり30箇所ぐらいかななんて思ってたんですけども、実際地図に落としたら、これはえらい大変だというところで、まあ、市に火がついてというところで、みんな本腰になったという、まあ、きっかけで、やはりしっかりあの見えるか可視化するということも、あ、大事なんだなと、まあ、アナログなんですけども、まあ、そういうことしていけなかったなというので、やっぱりこれが一つの、これからの取り組みのですね、きっかけになっていったというのが、この資料ですので、まあ、これは、まあ、なかなかやりづらいんですけども、しっかりやった方がやっぱり良かったなというところでした。はい、まずは事例紹介ということで課題の紹介とさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあこんなところで青木さん、あのさっきのまたところはまた後で話すって感じですかね。はい、じゃあ一旦ここであの自己紹介をさせていただきます。いただきました。はい、で私の方はですね、今日はあの、まあ、まあよければ皆さん本当に画面をあのオンにしていただいて、トマコマイスさんですかね。ありがとうございます。画面をオンにしていただいて、あと、コウケンさん、ありがとうございます。画面をオンにしていただいて。であのまあ、こんな感じでですね、少しあの話をしやすくしながらお話できたらなと思います。で、私の方からですね、ちょっと次のパートのところになりますけども、ちょっと他のエリアとかですね、どういったことをしているかということを、まあ、少しあの話をさせていただきたいなと思ってます。で、まあ、あの受け入れ環境整備とかコロナ対策っていうふうに、まあ、一言で簡単に言ってもですね、まあ、受け入れ環境整備がですね、まあ、しっかりしてないと、まあ、最終的にプロモーションもなかなかしにくいでしょうと
というところがあって、まあ、そこら辺も少し画像で紹介をさせていただければなというふうに思っています。で、私の方のですね、画像をちょっと少し投影させていただいて、まあ、どんなことをやっているのかというのを少し話をさせていただきたいなと思っています。で、まず画面を共有させていただきます。はい。で、これ私どもの社団法人の団体なんです、ホームページなんですけど、まあ、こういうふうに、まあ、いろんな、省庁さんの、まあ、仕事をやらせていただいているので、まあ、今回のオープンラボさんのようにも、こういった感じで新たに旅行のコーディネーターということでさせていただいているということと、まあ、私自身もこれは山形市さんなんですけど、市役所の中でまあ勤務をさせていただいて、まあ、日々皆様と一緒に勉強していますと。で、大きく言うと、やっぱり受け入れ環境整備はこういうふうなコンテンツ開発というものもあれば、街中の整備だとかですね、まあ、こういったものもしっかりやっていくべきだなということで進めています。で、今日は北海道の方からもいらっしゃっていただいたんですけども、私も旭川地域のですね、旭山動物園だとか、まあ、こういったところのインバウンドの受け入れ環境整備とかですね、こういったことをまあ担当させていただいておりまして、で、まあ、旭山動物園で今何が足りないのかとかですね、外国人の対しての整備が何ができてないかとかですね、Google マップを使ってですね、まあ、どんなことをやっていかなくちゃいけないかだとか、まあ、オンラインツアーを一緒に作ってですね、バスツアーで、こういったものをまあ一緒に受け入れ環境整備の一環ということで作ったりだとかですね、あとは受け入れ環境整備の一環で、まあ、オンライン交流会をやったりだとか、まあ、安心安全ということでコロナ対策も一緒にやったりだとか、まあ、こういうことをさせていただいています。で、やはりいろんなコロナ対策があるんですけども、まあ、いろんな感染症対策もですね、いろんなやり方があるんですが、まあ、やはり今はそんなに多分難しくないようなところで言うと、まあ、サーモグラフィーだとかいうところから、実際に人の数を把握して、街が混んでる混んでないというところを把握したりだとかですね、まあ、いろんなやり方が日々あると思います。で、ホテルさんにおいてですね、最近の入りは、キャッシュレスを完全に非接触型に全て変えてしまうというふうなことも、まあ、街では始まってますので、まあ、ホテルなんかも実際には受け入れ環境整備としてそういうことをやっているというような事例がたくさんあると思います。で、同時にですね、二次交通の、まあ、事例なんかもたくさんあると思うんですけど、まあ、これが年度ごとにいろんなことが書いてあって、まあ、例えば私がやったのは旭川地区ですね。旭川地区で今皆さんと二次交通を整備したりだとか、それから、いろんなところで、まあ、二次交通のものを、まあ、こういう感じで、バスを作ったりとか、まあ、これ民間企業だけでバスを走らせるパターンのやつですね。で、補助金は、まあ、地方創生、推進交付金を入れたりしている場合もあるということで、まあ、やり取りしてます。で、あとはスイーツサミットをやったりとかですね、こういったことをさせていただいてます。で、全体的にですね、こういったことを作って街のにぎわい感を作りながら、ソフト整備とハード整備ということを、まあ、受け入れ環境整備ではやらせていただいてきています。で、これがですね、もう長いこと、もう3年も4年も受け入れ環境整備をやらせていただいていて、まあ、いろんな事例というのがホームページで紹介してありますが、一番分かりやすいホームページの紹介のところがですね、このトップページの一番下にありまして、ここですね。で、こんな感じで一応出してありましてですね、まあ、これちょっと自分の紹介だったりもして、これのページは飛ばしますけども、まあ、受け入れ環境整備はですね、いろんなやり方があるんですけど、基本的には先ほどちょっとお見せしたような、マーケティングだとか、受け入れ環境整備、プロモーションというところがまあ基本的になります。これ、後でちょっとお見せしますので、ちょっと今飛ばしますね。はい。で、受け入れ環境整備ですね、やっぱり今コロナ対策で必要なところで言うと、例えばオンラインバスツアーも作ったり、まあ、海外 OTA の商談会もしたりとかですね、コロナ対策の管理、BCP と言われているものもしたりとか、まあ、こういったことをさせていただいていて、まあ、財源確保はですね、まあ、ふるさと納税を使ったり、クラウドファンディングを使ったりしながら、まあ、コンテンツを作っていったり、多言語の展開をしていったりというようなことをまあさせていただいています。で、今のうちじゃないとですね、多言語の展開もやっぱりうまくできませんので、まあ、そういったものを使って、これは旭山動物園ですね。旭山動物園ではこういったことを担当させていただいてますので、多言語の整備をしたりということをさせていただいています。で、同時にですね、これはやっぱり官民でやっていかなくちゃいけませんので、これを一緒にやっていきましょうということで、まあ、分析をして、どういう街づくりしていくかということをみんなでやらせていただいています。で、こういったものがですね、一応まあ、旭山動物園とかイオンとかですね、あと旭川空港というところと一緒に展開をしたり、受け入れ環境整備っていうのも進めさせていただいているということをやっています。
で結果的にそれでどういう分析の結果だったのかということもですね、あとちょっと説明しますけど、いらっしゃっている方が満足しているか、ここに課題を感じている方が多いとかですね、まあ、こういったことも調査をして、やらせていただいているというのは、後でまた紹介したいなと思います。これは来訪者の調査ですね、旭川地区で、いろんな市区町村を回ってますけど、あそこも1市7町まとめられてますので、1市7町をまとめた来訪者調査、それからまあどういった台湾だったらどこから来ている人が多い方とかですね、こういったものを調べて、調査をして、コンテンツ増数に結びつけるということをやらせて、受け入れ環境整備を整えております。で受け入れ環境整備はですね、ソフトとハードという面に分かれますので、そこをですね、まとめていく必要があるということで、これをですね、ちょっとウェブページにまとめたものがありますので、これもウェブページにまとめたものを少し紹介させていただきたいと思います。私の方でですね、大体、全国全国ですね、トップページにここに書いてあるんですけど、2500名ぐらいの Facebook グループがありましてですね、ここでちょっと執筆をしたことがありまして、この執筆をしたものの画像をちょっと共有をさせていただきます。で、DMO とかですね、その官民の連携がどういうことをやっていったらいいかっていうことを執筆させていただいたんですけども、その中で公表させていただいているところとして、やっぱり受け入れ環境整備もですね、外部への働き方っけ、それから内部への働きかけ、どういうことをやっていくのかっていうのをまとめた書類なんかも作っております。で受け入れ環境整備はじゃあ3つの機能が必要だということで、マーケティング、それから受け入れ環境整備、プロモーションという中においても、やっぱコロナ対策というのは受け入れ環境整備のところには入りますし、どういったまちづくりしていくかということが大事だというふうなことが書いてあります。で最終的にはですね、稼ぐ地域づくりとか地域人材育成というところが大事なんですけども、一番根底にあるのはですね、やっぱ住民のライフクオリティ向上ですね、自治体さんが一番意識しているところだと思いますけど、こんなところを追求して関係人口の創出、移住促進へってつなげていきたいと思っています。はい。で、こういったものをですね、どういう組織とかですね、テーマ別マネジメントでやっていくかっていうのは一応公開してますので、これは私たちのホームページからちょっと見ていただいて、どういう街づくりをしているのかと、観光地域づくりをしている団体なのかということを、皆様と一緒に今日は議論をしていく中で、一緒に勉強していければなと思います。で、今回ですね、多分私がマッチングに選ばれた一つの、ちょっとお話しますね。一つの理由として、やはりたまたま私自身も山形市の皆様と、市役所の中でちょっと勤務をさせていただいているということと、それから観光庁とかですね、ああいったところと一緒に内閣さんとかと一緒に仕事をやらせていただいているということと、あと民間企業さんですね、これはふるさとチョイスっていうところと一緒に仕事をしていたり、それからIOE日生ドア損保とかだけじゃなくてですね、リゾート会社でもですね、スキー場だとか、そういったところで一緒に仕事をさせていただいているので、それぞれの気持ちが非常にわかります。で、IT ベンチャー企業の、顧問としては仕事もさせていただいているので、IT ベンチャー企業が自治体さんにものを導入してほしいとか、検討いただきたいっていうのは、もう本当にたくさんの会社さんと一緒にやってますので、そういったこともやっぱり一緒の同じような目で見れるということで、たまたま公平的に見れるんじゃないかというところで、今日はちょっとこの場を持たさせていただいております。はい。私の方からですね、全体的な話は30分になりましたので、ここで終わりにしたいと思いますけども、ここからですね、ちょっと山形市さんの方から、今現在進めている授業なんかもちょっと説明をいただきながらですね、そこを理解した上で、ぜひ皆さんからも意見をいただく場にしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと皆さんもですね、今日せっかくいらっしゃってますので、お顔が出てないとですね、ちょっと雰囲気が分からずですね、話しかけても大丈夫かなとか思っちゃうのでできれば顔を映していただいた方がやりやすいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあここから青木さんの方に一旦移しますので、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあその前のページじゃあお願いします。はい、はいはいじゃあまず、先ほど、課題の中で山形市が、の観光地と、エリアということで、3つのエリアあります。1つは蔵王温泉エリア、そしてもう1つ目が、2つ目が山寺エリアで、3つ目が町中エリアと、3つの、エリアを、あるというところなんですが、その中でも、一番の稼ぎどころというところで蔵王温泉エリアというところなんですけども、そこがやはりなかなかね、設備投資が進まなかったということもあって、大変スキーブームも
だいぶ冷めてきたということもありますので、まあ、かなり経営的にも厳しくなったというところで、じゃあここをなんとかしましょうというところで、まず山形県と、まあ、山形市、そして隣の上山市の3市でですね、立ち上がって、まずは県レベルで世界のザオプロジェクトをやりましょうというのをまず一つ立ち上がっております。今3年目ですね。これも推進交付金を使って、まあ、ワークショップをやったり勉強会やったりというところで、まあ、具体的な事業はね、あの誘客事業まではこうやってないんですけども、まあ、勉強会を中心とした、課題整理をしているというのが、まあ、世界のザオプロジェクトが一つはあります。あと山形市としましては、まあ、ここにザオ Z プロジェクト、我々が勝手に呼んでるのがあるんですけども、まあ、ザオの、カスタムリーの Z とアルファベットの最後ということで、もう後がないよという、もう背水の陣だということで、もう覚悟を決めてやるぞというのを我々示しまして、でそこにじゃあ、ザオの皆さんも一緒にやりましょうというのはやっぱり関係性ですね、やっていくというところで、まあ、これを構築するまでにやっぱり時間かかったかなと思ってます。やっぱりこの、いやあの市役所はどちらかというとあのお願いされる方でこれやってください何をしましょうやってくださいってよくあのお願いされたり要望されたり陳情されたりするんですけど、でも我々はやっぱり自治体ですのでプレイヤーじゃないよというところはしっかりあの軸足を置いとかないといつの間にかプレイヤーになってしまって結局担当が変わるともう終わってしまうというふうになってしまうので、ここはすっぱく我々はあの言いました。プレイヤーは皆さんの方ですよと。で、皆さんがプレイヤーとしてしっかり、収益を上げていくのは皆さんであるし、あの事業をするのも皆さんですよと。我々はプレイヤーではなくて、皆さんが事業をして利益を上げれるように、そこを支えをしますよというのをちゃんとそこは理解してくださいというのに、まあ、そこが、ね、かなり時間がかかりました。まあ、おかげさまで、あの蔵王温泉エリアからはですね、あの要望はもうないです。ここ3年間ないようにしました。まあ、それだけ我々が入ってってあの要望が出る前にもう課題解決をしてくるというようなことであの取り組んできております。まあ、その中で、まあこの資料にある通り5つの、まあ、項目を挙げながらこうやっていったら結果的にあそういうストーリーになってきたなというのが、まあ、結果オーライ的なもので、まあ、最初からこれを狙ってたわけじゃないんですけども、まあ、いろんな事業をまあ組み立てていくというのはやっぱり大事だなと思ってます。やはりあの観光産業は、投資事業ですのである程度定期的に、投資設備更新をしていかないとなかなか維持もできないし、まあ、あとお客さんのですね、ニーズに合ったような中での受け入れをやっていかないとあのなかなかお客さんから選ばれる観光地にならないなというのがようやく分かってきたと。で、あともう一つ大きな要因がありまして、30年前と今の経営者って変わってないというのが、世代交代してなかったというのが一つの大きな原因で、じゃあなんとかその若い世代が表に出るような仕掛けをちょっとやろうやというのが、一番左の温泉街の整備というところで、まずそこは小さく成功事例をちょっとやったところです。じゃあここの、事例をちょっとご紹介させていただきたいなと思ってます。まずは一番左の温泉街の整備ということで、先ほど見ていただいたあの地図、蔵温泉の地図なんですけども、やはり70カ所以上も使われてないこう物件があるというところで、まあ、それを蔵温泉の若者、まあ、蔵温泉も若者といっても50以下なんですけども、まあ、それアンダー50ということで、組織させまして、で、まあ、ちょっと調べてと、僕ら調べるの簡単なんですけど、やはり自分たちの歩いて地図に落としてみてということで、住宅地図に赤青黄色で、まあ、染めてみてということで、もう1週間でやれということでやってもらいました。その結果、先ほど見てもらった図で、まあ、我々が思ってた以上、あ、これではまずいなというところで、じゃあなんとかしましょう。で、我々も頑張るので、君たちも頑張ってと。じゃあどうするっていうときに、我々が提案したのは、まあ、10人ほどいたので、1人10万ずつ出して、100万で会社作れよ。まちづくり会社作って、なんとか自分たちのできる範囲でリノベーションやってよと。でそれが、今まで経営に口出せなかった若者が、なんとか表に出ると。いうような活躍の場を使った。じゃあどうやってやるとなったときに、たまたま総務省の
ローカル一番という生徒があるのでということで、空き地をですね見つけて、まあ、たった15坪のカフェなんですけど、ようやく先月ですね地鎮祭やって、まあ、今年の秋には、オープンできるというところで、そこにのカフェを運営するのは、まあ、横浜から若い女性が戻ってきて経営するということで、まあ、そこで利益を上げていくと、まあ、賃貸しして、賃貸で、利益を上げていくというような立て付けで、その下にありますけども、ローカル一番プロジェクト事業ということで、昨年度、総務省から認定を受けまして、まあ、700万ということで、まあ、ちょっと年度末だったので、まあ、今年度に繰り越しということであります。で、そういう活動については、じゃちゃんとハード整備事業で補助制度を作りましょうというところで、街中エリアについては、経産省の 中括事業ありますので、そのハード事業、整備事業ありますが、蔵王温泉と山寺にはなかったので、その総務省のローカル一番採択なれば、上限2500万補助出すよという制度を作って、今回700万ですね、補助制度ということで、補助を決定しているというところが、まず一つは温泉街の整備。で、ようやく今度、2号物件も見つけたというところで、じゃあ次、じゃあ引き続き2号物件もじゃあ準備しようというような形で U50 の、若手のまあ活躍の場というところでしております。で2つ目は、まあ、スキー場のハード整備なんです。まあ、これにつきましては、観光庁のスノーリゾート形成促進事業というのがありまして、で昨年度、うちの担当は直接もう申請書自分で書けって書きまして、まあ、採用2年目の職員にもう80ページぐらいの申請書を書かせて、採択なるかというところで、まあ、令和2年の、まあ、これ実績の数字で、まあ、7600万ほどということで、作動事業所さんの、人工骨折機とか、まあ、バリアフリー化と、まあ、リフトの整備というところで、まあ、受け入れ体制整備を、まあ、昨年度やりまして、で今年度は、9154万ほど、まあ、申請しているというところであります。まあ、今年度についても作動事業所さんのハード整備、それから、グリーン機ですね、グリーン機の、まあ、受け入れの整備ということで、まあ、キャンプ場とかいろんな設備をちょっと、投資していくという形で、今とこ事業申請中でございます。はい、で次に真ん中に行きますと、まあ、グリーンコンテンツの整備ということで、まあ、当然スキー場ですと真冬お客さん来るのは当たり前なんですけど、どうしてもこのグリーン機がどうやって、まあ、稼ぐかというところなんですが、まあ、幸いにして蔵王温泉は昔は冬の方がお客さん多かったんですけど、今は逆に夏の方が多いんです。だけどその夏のお客さんたくさん来てるんですけど、そのお客さんが観光を消費するような仕組み仕掛けがないもんですから、そこをしっかりやっていこうというところで、まあ、広域的ないろんな施策をこうやっていくというところで、まあ、自分たちが持っている玉で、まあ、グリーンキーをやっていくと、まあ、ここをちょっとスノーリゾートと、まあ、一緒にやるような形になるかと思いますけども、まあ、グリーンキーの、まあ、グリーンコンテンツの整備ということで、まあ、ハードソフトというところで取り組んでいきたいなというふうに思っております。3つ目は、まあ、ちょっと今大変なインバウンドなんですけど、実はまあ、間もなくコロナワクチンがね、全世界的にこう集団免疫できると、まあ、これはいずれ回復するだと我々も呼んでまして、で実はまあ、山形県全体の入り込みとしては、まあ、台湾そして東南アジアがメインなんですけども、まあ、我々はそれは県の方に任せておいてと、でそこはスポットでタイのちょっと富裕層と、まあ、直接つながりがありますので、でそこの RRC グループさんが世界中に、まあ、富裕層向けのホテル経営してますので、まあ、そこを、まあ、フックにして、まあ、世界中から富裕層を呼ぼうかなというようなこともちょっと考えております。まあ、そんな事業をいろいろやっていくと、あと、一番右側の宿泊施設の整備ということで、まあ、去年まではこんな形で、いろいろ、まあ、地元の地銀さんも含めて銀行の融資枠もちょっと増やせとか、まあ、いろいろ我々もそこまで入っていってこうやってたんですけど、まあ、ちょうどですね、観光庁の
既存観光拠点再生高付加価値推進事業ということで、まあ、今年度、宿泊施設20、あと観光施設8施設ということで、誘客イベント事業等も含めて、まあ、4億弱ですね、まあ、エリア認定もらったので、今、それぞれ事業者さんで、申請をして手続きを取っているところです。まあ、これは2分の1ですね、上限2000万、宿泊施設のリノベーションも含めて、高付加価値ということでつきますので、これはまさしく、我々がやりたかった一番の事業でもあるし、でやはりこのコロナ禍で大変厳しい中でも、まあ、4億円近い、4億円を超える投資額をしたい、まあ、投資をしたいというこの心意気もですね、我々もこう、よかったなと思ってますんで、まあ、これをピンチをチャンスに変えていくという起爆剤にしていきたいなと思ってます。あとですね、あと左の一番下ピンクのところなんですけど、昨年度ですね、観光庁の誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業ということで、まあ、アートの聖地ということで、アーティスト、そして地域の学生共同による、まあ、座をこうアーティストの聖地にしていきたいなという事業を、申請したところ、まあ、800万ほどついてと。で、これは、なんか意外にですね、いい方向に行きまして、まあ、単なるこの事業だけでなくて、もう当然、アーティストも山形に移住して、まあ、結果的に移住して、で、会社も2つですね、新しく町中、中心市街地に立ち上げてというところで、まあ、観光庁の事業なんですけども、経産省の中核事業にも貢献したと。あといろいろブランド化にもですね、いろんな例えば日本酒のラベル開発とかいろんな形での、まあ、横展開ですね、これを事業機に、やっていったというところで、まあ、今年度も、引き続きやっていくというような形で、まあ、一つの事業だけでなくいろんな横展開 も結果的にやれたというのが一つ大きな成果だったなと思ってます。あと、一番右側にありますけども、地域の観光資源の見分けを通じた一大連携に向けた実証事業ということで、まあ、これも、観光庁の、まあ、今年度の事業ですけども、まあ、1050万ということで事業採択に認定を受けているということで、まあ、こちらの方も、今年度、まあ、これから具体的に入っていくというところなんですけど、まあ、何を言いたいかというと、まあ、スノーリゾートを形成促進事業を柱にしていって、いろんな国の制度、総務省とか、あといろんなところの制度をうまく補完していって、集中させていくというところが、まず、まあ、ハード、ソフトの、受け入れ体制を整備するということでの、民間の投資価値を高めていくというのが一つの大きな狙いで、まあ、それが一つ軸足であって、あとですね、まあ、昨日から急遽動きが出まして、コロナの集団接種、山形市でも、昨日から始まりまして、でもう65歳までのめどがつきましたので、じゃあどうするとなったときに、やっぱり観光に携わる人の集団接種早めましょうというふうな政策を追加、昨日からなりまして、急遽バス会社、バス、タクシー、ハイヤー、あと宿泊事業者、飲食店、お土産店も含めた、従業員も含めた形でも集団接種をもう7月の中旬まで終わそうというような形で急遽なりまして、まあ、当然いろんなコロナの対策あると思うんですけども、やはりこのエリアとしてもう集団接種でこう集団免疫を作りましょうというのがもう大きな柱になってきてますので、もうそれがですね、おそらく9月以降の観光の大きな動きが出てきますので、まあ、そこに向けた大きな一つの売りになるのかなというので、まあ、急きょ昨日ですね、加わったコロナの集団接種と、まあ、観光関係者の向けの集団接種ということがやっぱり大きな武器になるのかなと思ってます。まあ、いずれにしてもいろんな国の制度を使わせていただいてますけども、やはりこれうちの職員がですね、直接自分たちでこう申請書を書いていく。で、それで、地元の、観光関係者とやっぱり関係性を作っていくと。その関係性のをつなげて、その後、それをやることによって、我々と、蔵王の皆さんとこう距離が近づく。で、思考も変わってくる。
で行動も変わってくる、で結果も変わってくるという好循環になってきてるのかなというのが今我々が取り組んでいる、一つの事業の一つの見えてきた成果かなと思っています。まあ、これを継続的にいろいろやっていこうかなと。まあ、これからもあと6本ほど出す予定ですので、まあ、うちの担当も大変なんですが、やらせてくれということだったので、じゃあやるかということで、今日も午前中も打ち合わせしたんですけども、まあ、そんな状況でいろいろ国の制度を有効に使っていくということで、まあ、それが中心的にやるのは、まあ、当然、市もやりますけども、その DMO 事業として、お立て付けをやっていくということがやっぱり我々の今やっている事業推進のポイントだと思います。まあ、ざっくりしたところですが、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、青木さんありがとうございました。これは私も、まあ、ここからフリートークに入っていきますのでご質問も来ているので後でまた入れていきたいと思いますけど、ものすごい今聞いてると座王に集中して戦力を投下しているという印象を受けて、私もね一緒にご仕事ご一緒させていただいていると、でここにかけるポテンシャルっていうのは非常にあると思うんですけど、まあ多分今日参加していらっしゃる方って皆さんそうなんですけど、こうものすごい有名な観光地を持ってるっていう、やっぱりエリアだけじゃないっていう場合も多分あると思うんですけど、まあ、そういったところもですね、多分今日のお話の中から少しでも得るものがあればなということで進めるんですけど、やっぱりそれはコンセンサスを取るのはでも市役所の中で結構大変だったんじゃないですか。やっぱり蔵王以外にもね、山寺とかもありますしね、たくさん、そこら辺のご苦労とかってどんな感じですか。でもね、山寺も山寺なりにここに資料出てないだけでちゃんとやって、まあ、やんないとね、やきもち焼かれますので足引っ張れますので、あそこはバランスよくですね、やっぱり行政はバランス、ただみんな一緒にやりましょうということは我々は一切なくて、この指止まれなんです。こういう事業やるからやりましょうやと、この指止まれというふうなことで、僕13年やってきてますので、それがかえっていいと思います。やれない人に合わせるんじゃなくて、やれる人に合わせていきましょうというところが、まあ、これまでこうやってきたところですね。なるほど、ありがとうございます。あれですね、なかなかね、行政さんの立場としてはやっぱりボトムアップとかねいうところがあるんですけど、やっぱりそこをトップアップ型、やる気があるところを引っ張ったという戦略ですよね。まあ、そこは蔵王の方が今さっきね、お話にもありましたように、まあ自分たちやる気を出して、ね、行政に頼らないでやっていくというところの、まあ、独り立ちみたいなところがやっぱり非常に強くなっていったんでしょうね、はい、と思います。まあ、確かに私もですね、実はいろんなスノーリゾートっていうかそのエリアを見てるんですけども、ちょっと山形の蔵王ってなんか非常に違うな、まあ、たまたまお会いする人がそうなのかもしれないんですけど、まあ、よくあるのがですね、お話ししたりすると、地域に行ってお話しすると、まあ、自分たちはできているとかやってるとか分かってるっていうのは結構多いんですけど、実はいろんなところにお邪魔すると、でそれが実は蔵王の場合はちょっとやっぱり行って話しすると、数名の方から外部の方とか外の方から見たらうちはどう見えますかとかってすごく貪欲に皆さん聞いてくるんですよね。でそれがその情勢がどうやってできてきたのかなというのはちょっと気になるところではありますね。まあ、単純な質問というか疑問ですけど、やはりあれなんですね、さっき僕ちょっと課題の中で話しましたけど、30年前と経営者が特に宿泊施設、そんな変わってなかったと、ようやく去年から次の世代に変わり始めたというところが出てきたので、まあ、そこがやっぱり次の世代を担う若手がどうなんだろうねっていうのがやっぱり村松さんに多分話したことだと思うんですよね。どう見えますかねなんていうのは、その上の今の前の大御所さんたちはもう何もしなくてもお客さんがどんどん来る時代だったので、何もしなくても本当もう30分でもう200万ぐらいもう作動なんてもう入る時代だったんですけど、もう今は本当資格ないとこないけど、ただその成功体験がねないから何やったらいいか分かんねえんだというのが本音だったみたいですね。だからそういうの外から見て、親父の世帯と俺ら違うからどうなのっていうのがやっぱり出てきたと思いますね。なるほど、いや結構今日はいい路線の話ができそうなんで、ちょっといろいろとまた会場の方にもご質問しながらなんですけど、早速会場の方からですね、質問が入ってきてるんで、まあ、ここも今チャット見れますかね、チャットも皆さん見ていただいて、豊田市さんからですね、
質問が来ていて、でちょっとまあ発表内容と異なるといってまあイコールになるんですけど、コロナに、まあ、アフターコロナに向けて自治体としてやっぱ進めていることって今の代表的なものが今いくつか話をいただきましたけども、まあ、私が今多分ねいろんなところでこうお話ししていると、まあ、トヨタさんっていうといろいろまあ施設が体験メニューとかいろいろあったと思いますけども、やっぱりまあ体験メニューとかの方々と一緒にオンラインツアーとかをよく作ってます。でこれはですねコロナが終わった後も、まあ、多分必要になるだろうということで、まあ、先日も岩手県の釜石市の方々とやっぱりオンラインツアーをどう作っていきましょうかということで、その地場産業の方と、まあ、津波体験とかいろんな体験メニューのところ体験業者があるんですけど、そういったところと一緒にやらせてもらったりとか打ち合わせしたりとか、まあ、今から準備できるとかそんなところを今進めてやってます。であとはやっぱり、冬に向かって、まあ、サーモグラフィーはもう当たり前なんですけども、まあ、それ以外にも本当混んでるか混んでないかだとか、まあ、現金のキャッシュレス化どっちにしろやらなくちゃいけないよねっていうところを進めている、まあ、補助金も使ってますけど、そういった自治体さんを担当はいくつかしてますね、はい、それ以外にもたくさんあると思いますけど、山形市さんだとか今日いらっしゃるというと苫小牧市さんとかですね、北海道のね、まあ、そこら辺ももしあれば議論参加いただきたいと思います。じゃあ山形市さんからいきましょうか。はい、トヨタさんのちょっと見ますと、はい、まあ、そうですね、ワクチン、まあ、当然今職域とかいろんな形でこうワクチンの接種広がってきてますけど、山形市も、まあ、もう3週間前かな、大規模集団接種やるので会場確保してくれと言ったんですけど、まあ、実は山形市で多分想定すると、まあ、まあ結果的にビッグイングというところの コンベンションホールあるんですけども、まあそこだなと我々も想定してまして、当然そこの施設って私のところの観光戦略課で管理してますので、まあ指定管理施設なんですけども、まあもう来る前から想定してたんです。絶対集団接種なるなと。3月頃はもう集団接種はやりませんというふうにはっきり保健所の方で言ったんですけども、まあ、これは絶対やるなと、でも想定してました。で、だけど、やっぱり蓋を開けてみたら、やっぱり高齢者の方って、やっぱりかかりつけでやりたいというのも、その一方では情報入ってたので、あ、これはいずれ下に降りてくるなというのを想定してまして、ですぐ、体制できるような体制をですね、もう各交通会社の社長さんとかもうトップの方に私もう電話してまして、すぐ名簿出せるようにしとけよとという対応で、もう次の日にもオープンになった時にはもう次の日にもリストドドドッと来てて、今もうちの担当2人ぐらいでリストアップしてまして、まあ、1日うちの観光だけでも300から400ぐらい対応できるような形で潰していくと、まあ、1日あたり2100人ぐらい接種できるので、まあ、それ2週間やるだけでもかなりのね、人数処理できるということで、まずはやっぱり、分かりやすいのは、やっぱり集団免疫をいかにして作るかっていうのが、やっぱり一番分かりやすいコロナ対策だなと思いますので、まあ、それも当然、今、マスコミ報道でも、職域接種とかいろんな形で出てますので、やっぱりそこがやっぱり、観光需要をこう新たなリスタートするには、そこが一番大事なのかなと思ってますので、当然、受け入れ側はもう早く、終わりましたよということでアピールすればするほどお客様から安心してくれますの で現時点でもやっぱり車でやっぱりお客さん実際いらっしゃってますので、まあ、それがやっぱり大事なんだろうという作戦はやっぱりみんなでやっぱ共有するんですよね。どういう作戦戦略が一番いいんだかというのはやっぱり観光部門とかいろんな部分でやっぱり違いますので、観光部門は観光部門でそこをいち早く対応できるような形での情報共有とは常にやっておくということはやっぱり必要なんだろうなと、まあ、結果的に我々それやってきたので良かったなと思ってますね、まあ、それが今度次の事業を展開する上でのまあ信頼関係ができてくるというところの積み重ねだなと思います。回答なりましたかな。はい、はい、ありがとうございます。いいと思います。今私もちょっと知らなかったところとか分からなかったところありますんで、でせっかくなんで今日苫小牧って北海道ですよね。で、苫小牧さんですね。もしよかったらマイクをオンにしていただいて、どんなことやってるのかって、分かってるところがあったら。どうぞ。こんにちは。こんにちは。
すいません、私今回研修の関係でこちらの方参加させていただいたんですけれども、はい、ちょっと観光の方とは部署が異なっていて、今ちょっと自分の市の方で苫小牧市の方でどのような観光の方でアフターコロナの対策をしているっていうのがちょっと私、うん、知識不足で把握していなかったので、はい、すいません、ちょっと今回のはお話しできることがなくて、はい、申し訳ありません。ありがとうございます。じゃあお名前出して、お顔出していただいて、弘前市は、これ市立博物館ですから、市の、あれ、公共施設ですよね。もしよかったら発言いただいて、今どんなコロナ対策やってるかとか。今大丈夫です。グランピオリンさんにいつも大変お世話になってます。あ、こちらこそお世話になっております。はい、津軽のですね、はい。はい、こちらとしては、やはり桜祭りをやったことでコロナが拡大したんじゃないかということがありまして、現在イベント等々が夏の最大の祭りであるねぷた祭り、ねぷた祭りも2年連続中止というようなことで、慎重にことを進めていって、イベントを抑えていこうということで、とりあえず収束を図った上でワクチン接種をして来年度はやろうというような方向で動きつつあるというふうな認識をしております。うん、ただ細かいイベント等々についてはコロナ対策を徹底してやっていて、それについては特段、発生したというような話は聞いておりませんし、例えば、弘前市ではないんですけれども、演劇とかそういうようなステージの関係も徐々に復活しつつありますので、やはりこう様子見しながら順番にというような意識で、市全体で進んでいるというふうな認識があります。うん、なるほどですね。まあ今もうしょうがないですけど、私もなんか弘前城かなんかライトアップも中止になっちゃったんですよね、去年。まあ、非常に残念だったんですけど、まあ、そんなこともいろいろ聞いてるんですけど、なんか山形市さんとか他の会場に参加している方でも、ね、はい、発言したい方とかいらっしゃるか。はい、じゃあ山形市から青木です。実はイベントの方も今弘前さんからあった通り、秋田の竿燈さん、そして青森市のねぶたもね中止だということを早速受けたんですけど、実はうちの方も実は東北絆祭りが開催地だったんです。本当は昨年の予定で、それが残念ながらコロナで1年延期ということで、5月の22、23、開催しました。で、実はその開催前にですね、開催するために、観光庁の誘客多角化の事業でですね、絆祭りのアートコレクションというのを1月に開催したんですよ。それがですね、やっぱりやってよかったなと、そのノウハウがありまして、まあ、当然観光庁のそうですね、コロナ対策のレギュレーションかなり厳しくて、もうマニュアルだけでも40ページぐらいもう大変だったということだったんですけども、まあ、それをちゃんと経験してコロナ対策をやると。で、あと、まあ、山形市もたまたま中核市に、まあ、たまたまじゃないですかね、中核市なので保健所を持ってるということで、もうイベント関係は全部保健所と必ず相談すると、保健所の所長さんと相談するというふうな体制になってますので、そこでいろいろアドバイスをいただきながらということで のノウハウがこう蓄積されたと。あと、もう一つ言えるのは、まあ、このイベントで拡散したっていう確たる証拠はなくて、まあ、エビデンスはないですよね。まあ、そうなるだろうというのは、まあ、こう言われてますけど、まあ、実際我々の開催したイベントはなかったと、まあ、それは油断してはいけないことなんですけども、まあ、そこはいろいろこう注視しながら、あと、まあ、当然医師会さんともね相談しないといけなくて、本当は絆祭りもパレードの予定だったんですけども、まあ、県の医師会の方からそれはやめてくれと、まあ、感染対策はもう万全だと言われましたけど、まあ、とにかくちょっとそういう状況じゃないだろうということでの、いろいろやり取りもあって、まあ、縮小という形で規模縮小しながらということで、やっぱりイベントについては我々ちょっと今回の得た教訓は、規模感ではなくてやはりやる側の覚悟だなと、ちゃんと覚悟を持ってやるといえば、それなりに市民の皆さんからも支持を受けますし、まあ、やはりこう今回の
お祭り周辺は困らなかったんですけど、市内は大渋滞したというくらい、やっぱりそういう、こう、なんか、たまったものがやっぱりあるんですね。それ、おそらくイベントについてはそういうこともあるし、あと、観光についても、それがやっぱり絶対来るなと思ってますので、まあ、やれる範囲で、やれる工夫はすべきだなと思ってます。ありがとうございます。まあ、大変なご苦労もあった中でいろいろとやられたという話だと思うんですけど、まあ、実際やっぱり私も絆祭り の下の市役所の下でやってたのに行ったんですけど、まあ、しっかりなんかやってらっしゃるなっていうので、受付でね、もちろんいろんなこと全面やってらっしゃったんで、で、あ、今日してるマスクもそれ絆祭りのマスクですよね。まあそれも見てたんで、まあ、ああいうのは外から見ると割と安心ですよね、やってるなって感じになるので。だからそういったのは非常に重要だなと思いました。であと今日はせっかくなので、まあ、民間の企業様だと貢献さんですかね、せっかく顔も出していただいているので、ちょっと多分サーモグラフィーとかそういった会社さんだというふうな記憶でありますけども、もし発言できるようであればどうぞ。今の聞いてどう思いますか。あ、発言できない、声入れないですか。それなんか今テレビ越しに顔が2人いるのは見えるんですけど、動いてない、あ、動いてるのか、見えますか。あ、コウケンさん発言できないのかな、もしかしたら。貢献者って書いてあるんですけど、貢献者さんですね。お名前がちょっと分かんないんですけど。あ、発言できましたね。どうぞ。もしなんか今まで気になるところとかね、自社もいろんなことやってると思いますけど。あ、こんにちは。こんにちは。すいません。自治体ではない、まあ、民間の会社です。当社で、まあ、トヨタさんは、まあ、うち名古屋なんで、お隣なんですけど、うん、ですね、当社で、役場等に、コロナの 対応ということでご相談ありまして、で、まあ、今横に置いてある AI のサーマルカメラ、多分どこの役場なんかの今皆さん使われてると思うんですが、やはりピンからキリまでありまして、実際購入したけど反応悪くて使えないとか、一応は、外から見えた方たちのために置いてますよという形で使われてるんですが、うち名古屋のすぐ近くの、うん、自治体の方で、きちんとしたものをやりたいということで、精度のいいものを購入いただきました。うん、で、使い勝手としては、まあ、ただ検温するだけではなくて、うん、まず、アフターコロナということで、観光地や何か、これから、コロナが終わったからといって、もうこれ全部いらないのかということではなくて、コロナが終われば当然ですけど、インフルエンザ、うん、毎年これから運動が起きます。で、まあ、インフルエンザだけではなくて、いろんな施設等に入ってくる方がですね、風邪でごほごほ熱があるのに、コロナじゃないから入ってきていいよという問題ではないので、そこをどうされるか。で、かといって今の入り口に人を立たせて、検温したりですとか、カメラを置いてあって検温はするんですけど、異常体温でも本人が知らずにすっといて、まあ、無視したらそのまま入ってこれちゃう。で、それをなくすためにということで、そこの役場の方では玄関入り口にこういったカメラを置くんですが、これと連動して事務所の中で、パトラントが、ランプが異常体温を検知すると回転するようになります。そうするとそこの出入り口に人がいなくても、それを検知された方が体温計1個持って外に走ってて、すいませんっていう対応ができる、もしくは、これで、扉、それからゲート、そういったものを、開閉させない、そういったこともできるので、今後、人を配置したくても、そういう対応ができるっていうことを、そこの役場の方が、考えていただいて、で、今回ワクチン接種の会場にも僕足運んで見に行ったんですが、やはりこう
65歳以上 の方がぞろぞろ入ってくるんですけど、やはり入り口のところでこのカメラがバーンしてます。で、そこをこのカメラの前を通過する、まあ立って見るというよりはもう通過する段階でもうすぐに検温が始まって、言葉で温度大丈夫ですよ、で、この言葉も自由に変えられるので、どうぞお入りくださいとか、検温するので少々お待ちくださいという言葉に変えることもできるので、温度で異常がなければその場で声を発するので、そこに人が立っていなくても周りの係の人にみんな聞こえるので、その段階で異常音があれば、あ、すいませんって誰かがすぐ飛んでくる、なので、そこに人を貼り付ける必要がない、もうとにかく人を減らす、減らすって言ったら言葉に変かもしれないんですけど、効率化ってことですよね。そうですね、これからいろいろな施設等で必要になってくることだと思うんですけど、まあ、そういったことも必要であれば、そういったものの、まあ、ご提案もできるかなということと、あと、もう一つ、もう一点、ちょっとこれとは、まあ、今、ごめんなさい、紹介遅れましたが、これ隣はそのメーカーの方なんですが、まあ、それとはちょっとまた別の話で、当社の方で扱っている商品、ちょっと話は短めにしていただけると。まだ簡単です。はい、e ヘルスというのがあって、役場の関連している方たちを、すべて健康管理を一元管理できる。で、離れた施設にいる方が、スマホかなんかで、体温とかの健康状態を知らせると、ボタンを押すと、係の担当の人事とかそういうところが全部届くっていうシステム等もうちの方で取り扱いますので、もしそういったことで何かあれば。あればですよね。はい。ありがとうございます。非常に今日ご参加いただいてありがとうございます。非常にいい気づきというか、あったのが、私自身もですね、例えば青森の方でですね、ベンチャー企業があって、まあ、青森発のベンチャーというのがあって、まあ、それがいろんなサーモグラフィーとかやっているところがあって、でいろんな、まあ、工業施設も入れてますと、まあ、フォルテっていう会社なんですけど、まあ、そういった会社さんとかいろんな会社さんでいろいろ技術を持っていて、今日今聞いてるとやっぱりいろんな技術を持っている中でもちょっと気づきになったのは、やっぱり今はねコロナってことで、じゃあ終わったらどうなのかっていうと、決してそれは無駄にならないような使い方とか切り口っていうのを今からしっかり一緒に話を添えた中で民間企業さんから自治体の方に提案していただくっていうのは非常に重要だと思いましたね。やっぱりやっぱりやっぱ私たちがですね、やっぱこう見てて毎日のように自治体さんとかって営業のいっぱい電話がいっぱい来ましてで、そうなっていくとやっぱそういうなんかこう次のポイントになるような説明の仕方をしていただくと、まあ、非常に私たちとかもやっぱ検討がしやすいというか、非常に今の話は参考にさせていただいたいい話だと思いますね。まあ、なんでぜひ今日はたまたま名古屋の近くのトヨタさんってありますけどね、言葉がちょっと違いますけどね、名古屋弁とちょっと違いますけど、やっぱそこら辺はね、よく理解をしていただいて皆さんうまくやっていただければなと思います。ありがとうございます。でも高原さんもそういったサービスいろいろじゃあ考えて、ね、やってらっしゃったっていうのは非常にいい先駆けでした、ね、ありがとうございます。今日はご参加いただきましてお言葉いただいて、なんか今高原さんの話聞いて何か気づいたところとかって実際に皆さんとかあられるところありますか。弘前さんなんかね、多分、ね、たくさん一気に入ってきたときは、そういったことは当然なんかね、必要になることってあると思いますし、蔵王なんかもね、やっぱり団体で入ってきたときは、顔の熱が高いかっていうのを大きなサーモグラフィーで見て、誰々が高いとアラートがなるのって仕組みはね、もう私もいくつか導入したことありますけど、まあ、そういったところとかっていうのは、なんかあれば、お話どうぞ。弘前さんとかやっぱり入り口でやってるのは人がやってるんですか、検温は。会長、弘前市の場合は大きなイベントの場合は人が付き添ってやったりしてるんですけれども、常時普通の場合は人がいないので、まあすり抜けていく人も多くて、あまりセーフティーになってない場合があるなっていうのは実体験としてあります。その分、確かにコロナの
病床の逼迫度合いとかいうのはこちらの方は県内でも高いふうになってるんですけども、一般の方々の認識としては誰がかかってるんだろうって、どこで流行ってるんだろうっていうような認識がまだまだ強いので、やはりそういうふうな必要断る方はいらっしゃらないんですけれども、まだその実態とその市民の認識、観光客の認識というのは違うので、そこら辺の差異を埋めていかなければまたトラブルの元になるのかな、大きなイベントの時はそうなるのかなというふうにはちょっと思ったりしてはしてます、うん、なるほど。 あといや他のご発言したい方とかいらっしゃればどうぞ。実際はあれですか、山形市さんとかもいろいろやってると思いますけど、でもやっぱりまあそこら辺はある程度人を入れて やんないといけないっていうところもありますよね。まああれですね、臨時的に、まあ、イベントって結構臨時的にやるので、まあ、そことあと常設で置くってことはやっぱり使い分けないと結構経費的にはきついかなと思ってますけど、例えばまあアートコレクションかな、絆祭りのアートコレクションの場合は無人対応で AI ロボットも置いていろいろなんか会話しながらこうやらせてもらったっていうのもありますけど、まあそうはケースバイケースで、やっぱり自治体だと、まあ、イベント規模によって予算もねかなりこう差があるので、まあ、その予算規模に合わせた形、そしてお客さんの入り込み予想ですよねの対応だと思うんで、まあ、そこはまあ、全部入ればいいですけど、なかなか予算的にはきついところもあるんじゃないかなと思ってますけど、うん、そこで貢献さんとかに質問なんですけど、やっぱりそういうレンタルとかそういうイベント的なレンタルって結構ニーズあったりするんですけど、大きなそういうのってレンタル機材やってるところってあるんですか？貢献さんの場合はどうですか？単発ではあるんですが、そのレンタル用ということでいつでもご用意できるということではないですね。なるほど、うん、ただ、まあ当初、昨年あたりまではかなり高価なものでしたが、うん、今こちらの方の、新製品がどんどん出てきて、うん、かなり高精度のものが低価格帯で出てきてますので、うん、そこまで気を張って、どうしようって言って予算をっていうことでもないです。まあ、実際隣 の、 市町村でも今回、まあ随形でもいけるかなっていうぐらいの価格まで落ちてきましたので、うん、そんなに、ただその購入されるときにものをしっかり見てやらないと使い物にならないようなものも捕まされちゃいますので、そこだけ気をつけないといけないのかなっていう、うん、確かにそうですね。用途と目的とどこに置きたいのかっていうのですごい違いますもんね。私も何10台が多ぐらい置きましたけど、まあ、そういう意味では多分価格もあれですよね。ちょうどコロナが始まった去年の春ぐらいってなんか一つ置くのに本当50万とか100万からとかって言われてた時代があって、そこからたった2、3ヶ月したらそれが2、30万になってってなってきましたもんね。いろいろだからそういった意味では今はそんなに高くないから、とはいっても自治体もですねやっぱり10万20万であってもやっぱりやらなくちゃいけないものやらなくちゃいけないので、まあ、そこは必要なんですけど、でもそういった意味では確かに低廉化が進んだってことですよね、すべてね、昔に比べれば。だからそこはやっぱレンタルするような感じで買ってもいいものもあるかもしれないっていうのは、確かにその通りかもしれないですよね。同じところでずっと使うんではなくて、やはりイベントがあればイベント会場に移動させて使ったりとか、なるほど、手軽に駆動できる。で、なおかつ本当に、コロナの終わったアフターコロナ以降もちゃんと商品役場として使えるようなものでないと本当に無駄金を使うことになりますので、そこだけしっかりされた方がよろしいと思います。はい、ありがとうございます。非常に、参考にさせていただきました。まあ、でも、ね、イベントがねやっぱり山形市なんかも中核、豊田市も中核市なのかな、で大きいのでやっぱり
そういう市役所の中だといろんなところで使いまして多分できるかもしれないですよね。まあ、あの固定管理だけどうするかっていうのとね、あれだけは必要。確かにそれはそうだなと思いました。市役所で、ね、あれば足りる足りないって話できますもんね。なるほど。そういった意味では非常に今の参考になるような話です。もしかしたらあの連携中枢都市とかいろいろ連携している都市で貸し合いがあってもいいかもしれないですよね。ありがとうございます。あと今日参加していらっしゃる方でなんかのぜひちょっとこんなところでまた質問してみたいとか言ってみたいとかっていう方いらっしゃいますか。ちなみに今日東御市さんって私にはこれ見えるんです。これ市役所なんですかね。東御市って今日は ないんですけど、ちょっとあれですかね。もしよかったら東御市ってこれ長野県東御市ですかね。まあ、もしご発言いただけるのであればどうぞ。せっかく自治体さんとのいろんな交流になりますので、できなさそうですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、他に今日はご参加いただいている方でちょっと発言したい人とかあったら顔をオンにしていただければと思いますけども、ないですかね。じゃあちょっと苫小牧さんの方にちょっと質問なんですけど、もともと部署は何ていう部署ですか。苫小牧市の健康子ども部青少年課というところで、児童クラブだとか児童センターの管理をしている部署になります。なるほど。じゃあ今日はそこら辺の課題の解決をこの場に少し。そうですね、はい。なんか山形市さんとか豊田市さんなんか質問したいことってありますか。広瀬さん、いや、先ほどのアフターコロナの話とかがちょっと聞きたいなって自分の中で思っていた部分だったので、ちょうどお話がつい先ほど聞けたところだったので、はい、すいません。いい、満足度が高ければ嬉しいです。これありがとうございます。ありがとうございます、はい。でもこのお子さんがたくさんいるところだとやっぱ気遣いますもんね、余計に。あ、そうですね。やっぱり今は変異株とかで小さい子ども、小中学生とかもかかるようになってきてしまっていて、苫小牧市でも感染している、まあ、小学生だとかもいるっていう状態だったので、うん、やっぱりそこが一番大きな課題かなっていうところではありますね。山形市はどんな感じですか、そこら辺は。そうですね、まあ、今日も4、さっき通知来まして4例ほどあったんですけど、まあ、まだ子どもさんはまだまだ少ないのかなと思ってます。まあ、当然隣の宮城県ではね、緊急事態も独自に出されて、まあ、実は山形市と仙台市って隣同士で、でバスもね、山形市と仙台市の間1日84本ぐらい出てて、年間170万人利用してるんですけども、まあ、それだけ都市間交通、まあ、バスで1時65分か70分ぐらいで行けるんですけど、まあ、かなりのお客さん行き来してるんですけども、まあまあ、今回のコロナでもうばったり止まってしまって、まあ、それだけやっぱりこう県を超えた行き来がなくなったということもあったので、まあ、感染が本当もう一桁というところで落ち着いてますので、多くても 4,5 人、まあ、いないときはね、1人かゼロというところがようやく落ち着いてますので、まあ、そういう、そこに今度、集団接種がどんどん年齢も下がってきましたので、まあ、そういうところいろんな形でこう感染拡大をみんなで動かないようにこう行動制限もしつつ、まあ、あと集団接種、あとマスクの着用ですよね、まあ、そういうところ、まあ、徹底し、まあ、するしかなかったのかなというのもあって、まあ、それを逆に見れば観光産業大打撃と飲食店も大打撃ということもありますけど、まあ、これ早く収まらないとね、どうしようもないなというような感じでおりますので、まあ、そこは各自治体さんともそれぞれ知恵を絞っているのかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。今回のお話のこの、まあ、題名でね、あるんですけど、この元々のあれって地方創生臨時交付金って、まあ、非常に自由度の高い交付金で、あれ出た時にまあ、私もちょっとびっくりしたんですけど、すごいなと思って、これまあでもやっぱここまで内閣府さんがやるんだなというものが出て、で、まあ、そのつながりで、まあ、今回はこういうお仕事をやらせていただいてるんですけど、それが市役所の中でそういった重点的になんか子どものものに回ってくるとかって、そういうのはやっぱ豊田市さんとかで、苫小牧市さんとかであるんですかね。実際にそういうお金がこちらに回ってきたというのはありますか、事例として。そうですね、
コロナ対策のお金として、児童クラブに置いているこの加湿器だとか空気清浄機だとかっていうのは、そういったお金も活用して各クラブとかセンターには配布しているっていう状態になりますね。なるほど。じゃあそしたら子どもがいらっしゃる方にはね、嬉しい使われ方ですよね。そうですね、はい。よかったですね。内閣さんも今日参加いただいてますんで、そういう使われ方していただいてるので嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、こんなところで私の方からもですね、まあ、少し議論はいろいろさせていただいたんですけど、今のうちちょっと次のテーマでやっぱり今のうちやっといた方がいいっていうのを少し議論を移していきたいと思いますけども、まあ、この、まあ、今まだ臨時交付金もね、少しあるとかっていうところもあるんだと思うので、まあ、そこも含めてですね、今後どんなことにやっぱりもっともっと使っていったらいいかっていうものに議論をしていきたいと思うんですけど、これはじゃあ今日はホストの方からいこうかな。山形さん、他に石井さんとか桜井さんもいらっしゃってますけど、なんかどういうふうにして使っていったらいいとかっていう考えとかってありますか？青木さんももちろん結構ですし。実はこの旅行だけじゃなくてもいいんですけど、観光だけ、はい、そうですね。ただ各自治体に割り振れてね、割りだったのも山形そこついたなんていうことはあるんですけど、まあ、ただ山形市は結構なんていうかな、こう重要事項については政策ディスカッションということで、まあ、経営会議とはまた別な仕組みで議論する場があるんですよ。まあ、要は急遽もう課題が出たということで、昼飯食いながら関係者集まってドンとそこでもう決めちゃうというもういうのがあるんで、まあ、結構フットワーク軽く動けるということもありますので、まあ、そこがまあ市長トップですぐその場で即決即断というような動きがあるので、特に我々事業家なんですけども、18項目のうち11ぐらい入ってるんでいろんなところで活用させてもらってるということもあるんで、まあ事業家としては山形市はそういう形でまっすぐ動けると、まあ、当然子どもさん対応についても、まあ、重要政策の中にも入ってますので、まあ、今回の苫小牧さんと同じような形でいろんな子ども向けの方の、まあ、政策もやってるようですので、まあ、いろんな形で、まあ、バランスよくやんないとなかなかこうコロナ対策も厳しいんだろうなというふうに思ってますけど、なんかある？石井さんとか桜井さんもどうぞ。あ、山形市の石井です。お世話様です。まあうちの青木が申しましたけども、やっぱりまあ、先を見据えた対策を打ってる、例えば去年、ま、私どもの方で事業者の支援ということでまあ、いわゆるクーポンをやったんですけども、まあ、紙ベースでなくて、まあ、青木はもうすでに先を見越して電子でやるということをやらせていただいてて、まあ、賛否両論はあったですけども、結局はまあ、結局そのチケットを買うためにお年寄りが並んで密になったら元も子もないわけで、まあ、そういった方にはちょっといろいろ苦言をとかありましたけれども、まあ、結果的にそれでまあ、いろんな結局はそうお年寄りの方って仕事はされてない方の時間で並んで買っちゃうみたいな部分があるので、逆に言えばそういった仕事をされている方が普通に買えるようなシステムにもなったので、まあ、他の、まあ、紙ベースのものも実際別の、自治体では出してましたけども、まあ、その辺はやっぱり今申し上げたような密になったり、逆に言うと一番お金を使いたい世代の方々に行き渡らなかったりをしたので、そういったところでやっぱり同じ施策を別にしても、まあ、先を見越した工夫を しているというのは山形市の特徴だと思います。まあ、手前ミスで申し訳ありませんが。そうですね、今石井からありました通り、実はプレミアム観光券って全部スマホ決済で、うちこれで 100% 紙ベースはアナログはしないということがやっぱり結果的に良かったというので、まあ IT 弱者と言われますけど、それ言ったらいつまでも進まないので、やっぱりいつかはしなきゃいけないというので、まあ、今回国と山形県の方ではアナログ対応だったの でこれを機に市はこれで実証やりましょうというふうな提案させてもらって、市長もじゃあやるとやった結果、やはり
同じこうスマホでも、まあ、キャリアメーカーさんと、あとその同じキャリアでも、バージョン、ソフトの、バージョンで、やっぱり出る画面展開が全部違うんですよね。それが、我々、まあ、スマホだから大丈夫だろうと、高をくくったら、もう開けてびっくり玉手箱で、それもシステム会社もそうなるとは想定してなくて、で全部、我々も担当の方で全部、なんちゅうのかな、こう、勉強したんだよね。勉強して、コールセンターなども全然役立たない。なので、まあ、そういう、こう、手当をしっかりしなきゃいけないねというのをいい経験させてもらいました。スマホだから完璧だということじゃなくて、スマホだからこそ、スマホ対応のこうアフターフォローをしなきゃいけないので、まあ、当然、お客さんにも来てもらって、もう入力から、登録から全部手取り足取り、あとお店にまで行きましたね。カメラが動かないというので、キャッシュ全部消してとかっていうのは、やっぱりそれやってみないと分かんなくて、スマホのセールス社員よりもうちらの方が画面展開の方が詳しかったというのも、やっぱり やってみて初めて分かるので、そこはやっぱりチャレンジいろいろ やってみるべきだなと思います。本当、有効に活用させていただきました。ありがとうございます。まあでも孫の世代が おじいちゃんおばあちゃんに LINE を教えたりするとうまくいくらしいとかね、そういうふうな話もそのやり方でやって説明会とかやってるってところもね、自治体さんもあります。実は今私も群馬県の方で自治体さんの全部アプリに変えるっていうのをちょっとお手伝いしていて、でそこはやっぱりそういった障害がある大変な中で自治体さんがやっぱりやりたいと思えばできるということは非常に納得できましたね。ありがとうございます。まあ、でもそういうふうな意味では地方創生推進交付金もまあこういう使い方をしているって、豊田市さんなんかだったらやっぱりやっぱりまあ大きな市だと思うんですけど、まあ、実際は今みたいな取り組みって、なんか新しい時代を見据えた先んじてみたいな取り組みってなんかやってるのあるんですか？あ、すいません、豊田市です。ウォーブンシティで有名ですけどね。まあ、先ほどから臨時交付金の話が上がってくる中ではあるんですけども、市としてはやはり何でしょう、その場その場の対応 の活用ばかりでして、なかなか先を見据えた活用っていうのが正直言うとできてないんではないかなっていうところであります。まあ、さっき言った観光の分野に関しては特に、まあ、大きなお祭りが2年連続で中止になったりとかだったりっていうのはあるようなところであります。で、逆にすいません、質問いただいたところで逆にお聞きをしてしまうところではあるんですけども、何でしょう、そういったアフターコロナを見据えてっていう話があった中で、何でしょう、多分豊田市とお聞きしても有名な観光地って多分高健さんはちょっとは浮かぶのかなと思うんですけども、なかなか他県の方って思い浮かばないのかなっていうところで、先ほどオンライン の観光ツアーとかっていう話があったと思うんですけども、はい、そういったのって多分そもそものやはり地域魅力みたいなものが大切になるのかなっていうふうにちょっと聞いてて思ったところです。実は私、山形市さん去年行きまして、山寺も文章館も回って、まあ、東根の方から新庄の方までずっと北上してたっていうことがあるんですけども、まあ、あれもやはり行ってみて、文章館すごい建物だなとかだったり、山寺すごい雰囲気だなみたいなことを感じたところではあるんですけど、そういったのってどういうふうに築き上げるんだろうっていうのがすごい、まあ、それに対して自治体がどうフォローするのかなっていうのがちょっと悩ましいなっていうのを思いながら話を聞いてたところです。すいません、なんか課題提起だけしまして解決策は何も申し上げないんですけども、失礼させていただきます。まあ、でも本当にこれあれですね、まあ、私ね、豊田市って言ってあと三河弁とかね、まあよく私もそこら辺の言葉、そこ仕事したんで皆さんとよく喋ってたんでね、いやアメリーンとか言ってやってましたからね。まあそういった意味で言うと非常にいいとこだと思いますし、文化的にもね、歴史的にもすごい古いしね、神社仏閣なんかすごい歴史ありますからね。だからそういった意味では山寺なんかもね、確かね、もう歴史もすごい古いですし、まあ、有名なところなんですけど、やっぱりでも時間はすごいかけてやってらっしゃいますよねっていうのが本音ですね、私も思うのは。うん、だから多分相当昔からそういう議論があって、その中でいろいろやってきて、で山寺なんかもすごい、この前も言ったんですけど、お手洗いなんかもすごい綺麗だから、やっぱりああいう風な歴史があるところであんな綺麗にしているって、あまりもね、先を見据えて何年か前からずっとやってるっていう感じだったので、やっぱりまあ本当時間かけてやる、作り上げていくしかないんですよね、そういった意味で言うと。だからまあ多分市の施設ですとね、まあ今日は弘前市市立博物館さんとかいらっしゃってますけど、そういったのはなんか投資とかそういったのは博物館もやっぱり気をつけてやってるんですか、お手洗いとか。石岡さん出ますかね、音。
ちょっとあの顔がなんか大変そうなんで出なさそうですね、音が。私解除しましょうか、じゃあ。で、私ミュートの解除をあの求めました。もしあの発言してよければ、今どうやってやってるかも。大丈夫です。今聞こえます。あ、多分、ね、マイクがね、こっち近くに寄せた方がいいです。口からマイク。あ、はい、あ聞こえます。聞こえますか、はい、聞こえます。すいません。あの、前川区仁王の建築ということで、あの、なかなか手を入れにくい部分がありまして、という、まあ、これ、運動の関わりにしても、ちょっと、なかなか通してみようかな。あ、なんかちょっと声聞こえないです。すみません。聞こえない。なんかマイクをね、多分ね、こう、口のところにこうやって紙、こうやってぶら下がってるのをこうやって持ってくると聞こえると思いますけど。あ、なんか聞こえない。あ、聞こえます、聞こえます。あ、聞こえました？聞こえます。はい。画面も大きいです。そういうあの建築家の縛りがあるので、あの、鳥に関してもなかなか投資が進まない部分があります。ただ、もう一つ、あの、新しくできた神社の隣にある高岡の森弘前館歴史館という博物館では、神社の境内に公共、公衆トイレはあるんですけれども、ちょっとあのしゃがむタイプなので使用できない方もいるので、そういう鳥に関してはあのそういう方に関してはあの無料で、入館させて、トイレを使っていただくというようなあの博物館施設だけではなくて観光とかそういう部分も含めた、ちょっとだけあの複合的な使い方もしてあのハード面ではなくてソフト面で対応しているような状況です。うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。村松さん、いいですか。どうぞ。あのトイレってやっぱりね、あの覚悟決めないとできないんですよね。うち、あの村松さん見ていただいた山寺って一昨年改修したんですよ。で、一昨年は4箇所だね、4箇所のトイレ一気に改修したん、うん、で、それは山形市30年で4箇所しかやってないので、うん、30年分の仕事一気に4箇所やって、でそれもあの観光庁の町の整備でやったんですよ、はい、2分の1ということ でやっぱりそこはあのやっぱり町内でもあの観光地のトイレって大事だなっていうのは分かるんですけど、じゃあそこに3000万も出せるかとなったら出せないんですよ、正直言って。やっぱりそこはトップの覚悟ですよね、はい、はい、っていうのがうちの場合そうでしたね。もうダメ元だからね、あの予算上げないんだって言ったけど、まあダメ元で出せたら取ったし、ね、観光庁にもたまたまその地図入ってたからね、あの唐松観音なんかもたまたま一番端っこに、あら、これ入ってるじゃん地図に、なんていうので出したら通りましたなんていうことで、まあ、そんなところでまあ観光庁さんからも本当いろいろお世話になったというのもあるんで、やっぱりそこはうまく国の制度使っていくということがやっぱり大事なのかなと思ってます。観光庁は町づくりの支援金のやつですね、観光庁の。私もあの使わさせてあげましたけど、あれでもあれですね、本当あの私これなんでお手洗いのこととかすごい気にするかっていうと、実際コロナと実際関係してくる話なんですけども、やっぱりあのああいうのお手洗いがきれいなところだと、実はコロナ感染症もちゃんとしてるんじゃないかとか、町ぐるみでやってるんじゃないかってイメージになるんですよね、すごく。でそういった意味ではやっぱり安心感を与えて、実際ねあの目の前でバンバン喋ったりしなければそんなにね触って映るもんじゃないのかもしれないですし、じゃあお手洗いがどう関係あるのかっていうと関係ないかもしれないですけど、でもやっぱりまあ街づくりとして関心感というのは非常に大事だなというふうに思ってますので、まあ、そういった意味ではあのそういったあの古い建物はやっぱりまあ少しずつお金を投資していくべきかなというような気はしました。はい、じゃあ大体ここで今5分ぐらい前になってますけど、終了の大体ここでなんか皆様あの発言とかしてらっしゃらない方とか結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。今日いらっしゃってる方で、まあ、お顔を出してらっしゃらない方で発言をしてもいいなと思う方とか、チャットとか言っていただければ、まあ、ちょっと関係ないかなというふうに思う方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、こういう機会ですので直接いろんな意見を聞いてことができればいいかなと思います。であの逆にあの私たちもあの今日はね、まあ高健さんが非常にご発言いただいてありがとうございました。あの非常にいいことだと思ってましてですね、あの何でかというとですね、あの販売をする側の立場も私よく分かりますし、まあ、そういった意味で言うとやっぱりあの我々
私たちの課題感をちょっと分かっていただいて、その課題に対してこう提案してくれるっていうのだと非常にやりやすいっていうのがあるので、まあ、今日は参加していただいてありがとうございました。あとちょっと顔出していただいた突破さんですね。はい、すみません。はい、大変お世話になっています。はい、失礼しました。お世話になっています。はい、ちょっと今日はどうぞ、はい。はい、ありがとうございました。ちょっと自治体様に、弊社、まあ、各種コロナ対策というところで、まあ、印刷事業をはじめとした防菌防ウイルスのシートだとか検査剤シートだとか、あと ICT ツールだと、まあ、先ほど話してたようなサーモカメラだとか、マスクしてないだとかの検知だとか、あとまあセンサーを使った混雑可視化みたいなところをやっておりまして、まあ、実際にメーカーとして販売しているんですけれど、結構こう代理店さんに販売していたりだとか、自治体様 のお声をですね直接聞くっていうのがあまり私個人ではそんなになかったので、今日はいろいろ伺わせていただいて大変参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。一ノ瀬さんとお呼びするんですか。はい、一ノ瀬です。うち山形市は突破さんとかなり仕事で一緒にやってますんで、そうですね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。エリアに、そうですね、全国エリアにいてですね、はい、私はセンサーを使ったのまちっていう混雑可視化サービスのまちですね。はい、あ、ご存知ですか。ありがとうございます。やってるんですけど、まあ、カメラよりも簡単に後付けして始められるっていうところと、あとそうですね、まあ、結構ホテルさんだとかリゾート施設さんだとかで結構こう問い合わせいただいて多く今採用いただいているんですけど、私がまちづくり本部というところにいまして、まあ、こうやっぱりエリアで展開できるようなですね取り組みにはぜひ参加したいなと思っておりまして、まあ、商店街だとかこう一部先ほど拝見させていただいたところだとホテルでこう皆さんこうなんですかね一体となってですねこういったこの対策取り組もうっていうことが見えましたので、うん、まあ、そちらを例えばこう、まあ、ケーブルネットのテレビのネットワークでこう D ボタンで見るだとか、ちょっと一部そういうものはですね医療機関で弊社やらせていただいたこととかもあるんですけど、うん、ちょっとなんですかみんなでこう合わさったような取り組みだとかっていうところでアプリを作ったりだとかも弊社できますので、まあ、ちょっとこうスポットごとではなくこうエリアで貢献できるようなところで何かお手伝いできたらなと思います。うん、ありがとうございます。野町ってあれですよね、本当に混雑状況とか分かる機能があったやつですよね、確か。そうですね、はい、今はウェブで見てたりとか、はい、あとお客様のホームページとか、ね、はい、サイトとか存じておりまして、ありがとうございました。 ありがとうございます。もう石井さん持ってますね、野町持ってますね。山形は多分まだ実績があんまりないかもしれないです。今本当スポットでですねホテルさんに利用いただいているっていう感じなんですけど、今秋葉原に私いるんですが、秋葉原は周辺のですね飲食店さんにこう入れていただいて、こう一覧で見えるようにする取り組みだとかを、やはり地域 のこうエリアの団体観光、秋葉観光協議会さんだとかと一緒にやらせていただいてます。ありがとうございます。まあ、ちょっと終わりになりましたので時間がそろそろ終わりにしたいと思いますけど、まあ、今日お話最後のまとめになりますが、本当にご参加いただきましてありがとうございます。まあ、よければ最後はこの画面をまた記念で撮影と撮りますけども、ぜひ今日みたいなですね機会を通じて、やっぱ自分たちの課題、IT がどう課題になっているのかっていうものに対して、ぜひ民間企業の皆様は提案をしていただいて、その課題を解決できるような、導いていただくのを一緒に取り組んでいけるようになっていきたいなと、私たちも思っています。というところで、例えば内閣さんもそのために今回の交付金というのをうまく、交付金ではない、臨時交付金ですね、をやっていらっしゃると思いますので、まあ、ぜひ、良い機会になって、まあ、これをきっかけにですね、契機になって、いろんな事業がご一緒できることがあればと思ってますので、よろしくお願いします。最後にですね、もしよかったら記念撮影だけ撮りますので、今日も一番の笑顔で皆様、顔出ししてよければ、どうぞお願いします。じゃあ、撮りますね。はい、じゃあ、撮ります。1たす1は2って言いますので、よろしくお願いします。1たす1は2って言いますね。じゃあ、1たす1は2。はい、どうもありがとうございました。今日はご参加ありがとうございます。じゃあ一応時間になりましたんで、これで終わらせていただきたいと思います。